エースパイロット、エースパイロット、ベー、エー、フライングエースフライングエース、フツ、アズアス、ドク、フリージャースフリーマース。日本、撃墜用は、多数の敵機、現在は5機上を、主に空中戦で撃墜した、パイロット、主に戦闘機パイロットに与えられる称号。航空機が戦闘に使用され始めた第一次、世界大戦時から、ある名称である。単に、 エースとも称し、中でも撃墜機数上位者はトップエースと称される。第一次世界大戦で戦闘機が誕生した当初、フランスが10機以上撃墜者をエースの資格と定義し、同じ連合国のイギリスや対戦相手、中央同盟国のドイツも同様に10機以上撃墜者をエースとし。しかし、対戦終盤の1917年に参戦したアメリカは、 戦闘が短期間であったことを考慮し、5機以上撃墜者を AS の資格と定義した。戦艦期を経て、第二次世界大戦が開始されると、各国は、各々の第一次大戦の定義で使用を再開したが、後に連合国、数軸国ともに5機以上撃墜者を AS の資格とした。AS の定義とは別に、第一次大戦時のフランス軍、及び、 第二次大戦時のドイツ軍は、東部戦線、西部戦線作戦方面の難易度に応じた、ポイント制により助訓と昇進で表彰した。また、第二次大戦終盤に、空中戦機械が乏しくなったアメリカ軍は、地上破壊機数を貢献ポイントとしてベッドカウントした。日本には、多数機撃追射という通称があり、日本軍航空部隊が、 本格的に参戦した日中戦争以降は上級部隊からの艦上、部隊艦上、個人艦上、少子、助訓、祝賓授与などで表彰され、霊下の核飛行部隊は個人の功績を記録した。陸軍では将兵の指揮公用の面からも太平洋戦争時も奨励されたが敗戦により、 記録文書の多くは焼却されており、海軍では1943年後半以降、軍令部の指示で多くの部隊は個人撃墜数の記録を廃止している。そのため操縦者の日記記録などを除き戦歴の詳細が不明な部分が少なくなく、戦後日本の戦士家たちは1970年代に当時の関係者の体裁を考慮しつつ、撃墜数を一定率の掛け算などで引き下げ、 戦火を縮小し、全体数の調整を試みたことがあったが、結論は出なかった。しかし1990年代以降、梅本博史などによって、日本軍の戦火報告と連合国軍の損害報告という双方の一時資料を極力、称号することにより、客観的に真の撃墜奇数を検証する活動がなされている。主に撃墜の記録は、 パイロット自身の自己申告によるが、基本的に空中戦の世界、とりわけ第二次大戦では、5人が大変多く、実際の敵機撃墜数の何倍もの数を撃墜したと報告してしまうこと、珍しくなかった。そのため、両機や地上の目撃者の証言、悲劇追敵機の残骸確認、捕虜の尋問、敵軍の通信防受暗号解読、 ガンカメラの記録に基づき検証されることも多い。なお、撃墜の他に、敵機の墜落、空中分解、炎上などは見届けなかったが確実に撃墜に至る、損害を与えたとされる、未確認撃墜、遊軍機とともに共同して、敵機を撃墜した、共同撃墜、撃墜までは至らなかったが敵機に、被害、被弾を与えたという、撃機波などが存在し、これらも、戦火となった。 個人撃墜機数のカウント。第二次世界大戦の数軸陣営では、爆撃もしくは雷撃によって連合国の艦船を撃沈した航空機搭乗員に対し、撃沈をと消することもあった。パイロットは撃墜した敵機の数だけ、国籍マークの並べる、キルマークを機種に描くことが伝統となっているため、エースパイロットの機体は一目で判別できる。以下、 世界の主要なエースパイロットをから、日本語表記に修正、天才、過失。湾岸戦争において、撃墜を記録したパイロットは、複数存在するが、最高記録が一人につき3期であるため、湾岸戦争におけるエースは存在しない。エースのリストでは、個人撃墜機数、撃墜数、スコア、スコアも主要構成要素の一つになっている。各時代。 各国軍で異なる個人撃追奇数カウント方法が存在していた。後の時代に新規導入、変更、施行された基準は、その国での施行時点以前の時期に遡っては、適用されず、戦歴も修正されることはない。基準の適用による見直しはないが、調査の結果修正されることはある。第一次大戦時。 疲弊した国民の戦意を鼓舞するための過剰な英雄報道への要領良い対応とは別に、エースには実際の戦場で冷静な判断で味方の最小リスク、損害で敵戦力に最大効率で損害をよ続ける役割が期待された。多くのトップエースのスコアには上空から不意をつき反撃できない状態の戦闘機や爆撃機を確実に撃墜した機数が多数含まれる。 1> 第1次大戦終戦時の各国の個人、撃墜奇数のカウント方法の違い。スペイン内戦では、ドイツ空軍のベルナーメルダースにより、3期編隊を最小単位とした蹴ってから2期編隊を最小単位とするロッテと、そのロッテを2組とする4機編隊のシュバルムという、編隊戦法が編み出され、第二次大戦中の欧州戦線ではその、ロッテ戦法が形を変えながらもイギリス空軍を、 筆頭に各国に普及した。イギリスとアメリカの場合、ガンカメラなどの記録があったためある程度撃墜の確認は可能であったが、繊維包容のためパイロットの個人申告を重視することが多々あった。一方ドイツは、ガンカメラの映像や、領機の証言、地上での目撃者など、こと細かに調査した後に撃墜を認定したため、戦後は、疑いの目で見られていたエースの戦果は、 このような調査結果を知った連合国側からも認められている。第一次大戦後、日本は当時最先端の欧州空軍のシステムを導入した。日本陸海軍戦闘機パイロットの個人、撃墜機数のカウントの仕方も欧州先進各国に準じた。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。